はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストタクト続きやっていきたいと思います。本日ね、本日っていうかこれね、ドラケ1イベントやってるんですけど、4章のね、竜王配信されまして、まあノーマルとかね、ダーストラゴンガチャとかね、まあ配信したんですけど、その後ねちょっと仕事入りまして、まあ帰ってきて収録して、まあ出してんですけどね、まあこれ出てるってことは、まあそこまでやったってことなんですけど、いきなり8000からなんだ、ハード4章の1話って。ここをねやってなかったんでやっていこうかなと。それでここがデイリーになっていくと思いますので、まあメインパーでいこうかな。竜王の杖取ったんですけどね、これ交換もできるみたいだね。こう交換所なんですけど、期間限定か、これかね。ダースドラゴンスカウト券とか、これももうちょっとでね、溜まるんでやろうかなと思うんですけど、竜王の杖3回交換できるね。まあこれは交換できんじゃないかな。他ね、ほとんどもう交換しちゃったんで、ね。毎日やってるんで。お、ここも溜まってんね。もうダースドラゴン引き換え券ね、集めてんですけど、今何個あんだ ?8 枚ぐらいあんのかな ?8 枚だ。あと2枚だ。2枚交換できたらまたやりましょう。できるかな。今イベントですね。前回ノーマルの竜王行けたんで、ハード行きます。これ終わったら竜王戦やろうか。なんか1万2000って書いてあったけど。まあ8000だから別にオートでもいけと思うんですけどね。強いよね、煉獄まだ。あ、そっか、後ろ竜王のメダルなんのか。これで、お、あ、90なった。グレートドラゴン。これじゃあ、覚醒させちゃうかな。まあ、こんなことやってればね、レベル上がっていきますんで。あ、弾必要か。あ、お金がないのか。6400。3800しかないが、他のね、鍛えてたからね、もう赤い玉とかいっぱいあるので、まあ明日だな。明日でもやろうか。じゃあいいや、とりあえずこのままいっちゃいますね。ちょっともったいないけど、あんま大して変わんないんで、クリアだけやっちゃおうか。ドラゴンとか普通にね、これ A ランクなんですけど、半端じゃない強いんで、ダースドラゴン欲しいな。ギラ属性。ギラ属性で、なんかメラ属性の 20% アップとかが利用なんですけど、あのキラーマシンガチャってありましたよね。あれが氷属性なんですよね。で、ダースドラゴンがギラ属性なんで、メラとギラがね、結構相性いいんですよね。敵がなんかそういうの塊がよく出てくるんで。大丈夫か。なんかこういうのやってればお金とかもらえそうだよね。6400は本当にデイリーのね、
今上級までやってますけど、1日6000ぐらい稼げんですけど、それより多いもんね。バトルロードやってるんでね、ちょこちょこね、使ってるんですよ、お金はね。ゴールドね。出た845。まあごっそり持っていかれますけどね。これガチャできっかな。116入ったよね。全部やったらやってみっか。最後158でも残んね。おっ、ローリングアタックまずいね。1万だね。これ竜王だっけ、ここ。そうだね。これでさ、竜王仲間入るようなね感じだったらウケますよね。何のためのガチャなんだって思いますけどね。竜王ガチャ出る確率はまあ高いので。あら、ここか。917。まあ一旦目様子見だね。ドラゴン800くらいありますかね、 HP。 動かねえね。3ターン以内に、これもしかして5ターン、5ターン大丈夫か。この次の変身利用か。ああ5ターンでいければいいんだね。ああ、これダースドラゴン当たればドラゴン系並べられるんですけどね。グレートドラゴンとカイザードラゴンいるんで、でドラゴンと竜王と、あ、竜王はハテナ系か。お、初回、あ、全部竜王の杖か。あ、ここ竜王の杖取りたい放題もしかして。消費でも24使うね。
まあ、ずっと繰り返してればここデイリーなんで。まあオートでもいけと思うけどさ、案外強いよね。お、458であんだけしか減んない。2500とか3000くらいありそうじゃね。カインリ、あー届かないか煉獄まだ。炎ってすげえな。でも5人撃てるもんね。はい、リオの杖鍛えられますね。はい、終わりですね。終わりなんだけど、装備錬金で、まあ、リオ、この竜王の杖ね、今、取りましたよね。250かかんだ。賢さ MP、素早さが10ずつだから、まあ、これよりは良くなと思うんですけどね。虹つかねえかな。ああ、素早さが17上がって、MP18。メラ属性効果抜群。まあいいよね。何回も繰り返してね、手に入れるしかないね。いい効果がね、やっぱつくまでやりたいんでね。あと、タクトポイントマックスかな。まだあんのか。ね、イベントもやって、あ、まあ、5回クリア。お、1万ゴールドもらえんじゃん。5回やったら。いいね、いいね、いいね。ってことは、グレートドラゴン最強できるわ。今3900なんでね。13000になるもんね。すげえな。あと何でしたっけ？交換だ。お、1043枚。スカウト券。よっしゃ、溜まった。やってみよう。ダースドラゴンガチャ。いきます。当たんねえかな？虹1個出ればね。もしかしたら、ダースドラゴンなんだけど。金でも死神の騎士出るよね。多分死神の騎士は終わるまでに出てくれと思うんだけど。あ、スラクトいる。ダメかな、ねじ込んでかな。来た！あ、ごめん、すげえでかいことした。虹来た。虹来た。あ、普段ね、普通に実況してるんでね、たまにでかい声出しただけでね、珍しくでかい声出してるって言われちゃうんでね。珍しくもないんですけどね。お願い、これ来てくれればダースドラゴン22。あー、かぶった、トロルキング。あー、まあいいや、金1個あったよね。まだわかんねえぞ。ツッドン何ねか、ダメか。よし来た、死神騎士出ました。まあこれは出るね。この確率で S 出てほしかったんだけど。虹来たんちょっと嬉しかったけどね。キラーマシも自分当たってないので、あんだけ回してね。死神来て A ランクだよね。これどんな感じだろう、特技。マヌーサ斬り、ベギラマ、鮮烈斬り。鮮烈斬り結構いいですよ。あの、ドラゴンにもつけてるけど。よっしゃ。まあ、死神騎士当たりました。あとは、じゃあこれちょっとレベル上げたりしますんで、これどっかに連れてけんのかな？あとね、何でしたっけ？ここだ。ボスバトル。竜王1万2000。まあ、いけるでしょうって感じだね。スタミナゼロ。おー、まあ、ダースドラゴン出たらちょっと嬉しかったんだけどな。そう簡単にいかないよな。
トロルキングを倒すクエスト、多分キラーマシンいたらね、結構楽だと思うんですよ。氷弱点だから。だけど自分持ってないんで、むしろその後のキラーマシン退治が大変かなっていう。まあ、オートでいいか。これ倒したらあれ出てくるのかな、変身竜王。ドラゴンはね、結構壁なりますね。ダメか。勇者スラクトアイコン、お、竜王の杖。まあ何個増えるのかこれ。あ、やっぱ14000。なるほどね、行こう。竜王アイコンもらえんね。でも1体でしょ、さっきと同じぐらいじゃない。もっと強いんかな。カイザードラゴンとか前やってもいいんだよな。ダメか、バックレンギーとかあんま効かないんだ。カイザードラゴン後ろの方がいいかな。まあ、オートでもいけっかな。あ、倒せなかった。やられちゃうかも。あ、大丈夫だね。お、カイザードラゴン危なかったけど、なんとかいけましたね。はい、ということでバトルロードも増えてないよな。コンプリートだもんね。7までここは終わってるんで、イベントはもうサクッとやっちゃってますんで。あと埋めてないって言ったらね、プラチナ杯の最後の方ぐらいなんだよね。ちゃんと普通にクリアしてた時にきつかった状態だったんで、まあ、今となってはもう全部埋まるんじゃないかなと思うんですけどね。あれやっちゃうか。なんだっけ、竜王の杖、装備電気。もっといいのできるかもしれないからね。お金かかるけど、1万ゴールドもらえるから、次までにグレートドラゴン鍛えられるようにしとこう。あ、虹入った。メラ属性威力 4%。MP18。ああ、まあ、これもいいかな。すごいよね。虹が入った。まあ、もう申し分ないかなと思います。
はい、ということで、まあ、こんなもんかな。あとは竜王の杖交換するしかないもんね。あ、そっか、これでまた、つけれんのか。あと5回交換とかできるんだ。で、800でずっと交換できんだ。なるほど。じゃあこれ5回交換できんじゃん。手には入んないけどね。だからこれを、まあ、1万もらったら2人鍛えられんだけど、虹の部持ってないから、まあ、どっちみち明日になったらまた稼げるので、やっちゃおうか。見たいよね。さあ、虹2個ぐらいついてこねえかな。あー。でも今持ってるやつより一番右はいいかもね。お!メラ属性威力抜群5。煉獄魔弾威力3。MP プラス23。いいじゃん、すげえじゃん。やった。今より強くなったね。まあ、こんな感じでね、全部虹になったりとか、本当に相性いいのとかね、なればいいと思うんですけど、全部虹のやつなんか1個持ってたよ。すげえ確率だけどね。はい、ということで、あとはもう、ああ、引き換え点か。まあ、これは時間経てばできるんで、また溜まったら交換しようか。ね、あとプレゼントいただいて。あとね、残ってるのがバトルロードと、あとイベントの、まあ、この VS クエストなんだけど、先ほど言った通りね、トロールキングが氷弱点なんですよ。で、こっち氷属性いないんで、キラーマシンとかがそうなんですよね。とかいれば結構楽かなと。倒せなくはないんだけど、今となってはね。で、その後に控えてる、このね、キラーマシンを倒すやつが、の方が、まあ、もうちょっと強くしたらいけんじゃないか。でも、そこ倒せるぐらいになったら、トロールキングもいけると思うので、まあ、ちょっときついですけどね。頑張ってやっていこうと思います。はい、ということで、イベント4勝、竜王退治、あとガチャで、ね、いいもの出てこい。終わっちゃいましたけど、またね、溜まったらやります。ということでね、まあ、この動画ね、前回の動画と比べて、相当裏でやってるの分かりますよね。同じのずっと繰り返してるんで、それで出来上がってる動画配信してますんでね。例えば、ポポロクロイスが配信されたとしても、ドラクエやってくださいとかね、ちょっとね、書かないようにお願いします。ちゃんとやってますんでね。で、出来上がり次第出してますので、ただ出来上がるのに、2日かかったりとか3日かかったりする可能性もありますんでね。その間に出来てる動画出してるだけなんで、出来上がってるもの、なんでもう早く出したいんですよね、自分は。だからドラクエを出さないと出しちゃいけないみたいな感じになっちゃうので、そこら辺で、ね、ご理解いただけると、すごくやりやすいので、よろしくお願いします。ツイッターとかにもね、いろいろ書いてますんでね。あと概要欄にも書いてますので、まあ本当にね、まあ短くてもいいんですけど、短いとあんまり理解されない時もあるので、で、長いからといってね、別にその好きで長く書いてるわけじゃないので、まあわかるように書いてますのでね。まあそこら辺は、まあツッコミをしないようによろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。